いや嬉しいよね。何？最近さ、うん、ソニックめちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。まあそうだね、うん、ゲームに映画に、うん、アニメに、うん、まあ、いろんな情報がどん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 供給されてさ、うん、もう今までこんなことなかったからすげえウキウキしてんだよね。確かに、うん、嬉しいことなんだけど、うん、悩みが一個あって。悩み、うんうん、ソニックのゲームまだ遊んだことないよっていう人、うん、まあ、結構いると思うんだよ、うん、最近の盛り上がりの中でソニックを知って、うん、でもゲーム遊んだことないなって、うん、でもそういう人たちって、うん、ソニックのゲームまあ歴史も長いからいっぱいあるじゃない。まあ確かにね、うん、だからどれからやればいいのかなって正直分かんないと思う。はい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 、うん、一番最初の作品からやった方がいいのかなとか、うん、一番人気のもう伝説的な作品からやった方がいいのかなとか、うん、最新作やろうかなとかいろいろあると思うんだけど、確かにどこから手つけていいか分かんないっていう悩みは多そうだね、うんうんうん、正直さ、やっぱり知り合いとかでソニックやりたいんだけどとかさ聞かれてさ答えなきゃいけないシチュエーションとかってあるんじゃないかなと思うんだよ、うん、なるほどね、うん、他のみんなもね、うんうん、そういう時って何答えてるっていう。あー確かに、うんうん、どのタイトルを言うのか、うん、これセンス出るぜ。出るね、うん、まあ、俺も考えたのよ、うん、やっぱ全部やってきてるし。いや確かにそうだよね、明智全部プレイしてきて出す結論って結構重い気はするわ。あ、うん、で考えましたよ、いろいろね。なんだろう、ズバリ言いますね、うん、ソニックフォース。それはないんだわ。それはないんだよ、うん、ソニックフォースだけはないんだって。あれなぜかっていうと、はい、我々ね、明智でソニックフォース評価評判最終結論って動画出してますから、その中でだって惜しいゲームって言ってたよね。まあ言いましたね。ダメじゃん、だからほらライトユーザーに惜しいゲームをおすすめしようとしているこじらせ男が出てる。欧米かよ。新しい、そんなやったことないでしょ。まあソニックアドベンチャーでね、トゥインクルパークに行くエミに対してソニックがウェイ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 って言うんだけど、あ、そうだ、そ、元ネタそうなんだ、わかんねえからさ。こじらせソニックオタクの悪い癖が出てんだよ。ソニックのやつなんだ今。ソニックのやつなんですけど、まあ、ね、真面目に話すと、確かにやりましたよ、あの動画ね。そうだよ、大人気動画、うん、大人気動画結構ね1万再生近いよあれは、やりましたけど、うん、あれはあくまでソニック上級者とか、うん、もう全体に対してソニックフォースの評価を考えた時には惜しいゲームだったなっていう、あ、なクロートも含めてっていう、そういう結論ですよね、うんうんうん、今回はもうターゲットはライトユーザー、ソニック初めてです、うん、でアクションゲーム苦手な人だよね。なるほどね、どちらかというと、うんうんうん、そういう人に向けて、じゃあもうこのゲームさえやればソニックビギナー卒業です、お、もうこっからどうぞいろんなソニックのゲームやってくださいっていう、まあ、そういうゲームなんだろう、うん、最初に触れてほしいゲームなんだろうって思った時にソニックフォース。ソニックフォースな、それ最適な。結構いろんなタイトルあるべ、だってまあね、うん、まあ異論は認めますよ、まあ、絶対荒れる。予言する、これ荒れるわ。この意見は荒れるんだけど、まあでも今現時点で明智が考え抜いて出した答えはソニックフォースだね。そうな、惜しいゲームって言われてたからさ、こっちはさ、でも俺まだソニックフォースプレイしてないのよ、うん、明智くんからの情報だけ聞いてるからさ、そうだね、わ、そうなんだ、うん、俺は最初はソニックフォースやらないだろうなって思ってる人。そか、だかその心はっていうのはすごく気になるところだよ。じゃあ、 まあ今回ね、うん、ちゃんと喋りますよ。頼む、うん、この動画聞き終わったらもうアマゾンポチですよ。そうかな、うん、クリックまで誘導できるかな。いきますよ、本当、じゃあまず、うん、ソニックフォースって、まあ、最近のゲームですよ、うんうんうん、まあ、まずいきなり現行機で遊べる。まあそうか、もうこれポイントですよね。これは確かにポイント高いね、意外と。そうか、うん、まあそうね、今手つきやすいっていう観点ね。まあそうだね、はあはあ、まあ、Nintendo Switch、うん、まあ、PlayStation 4、うん、Xbox One かな、うんうん、あとはまあ PC Steam でも遊べますんで。そうか、まあ、ほぼほぼ現役機、確かに全部網羅してますよということで遊びやすい、ここはもう外せないポイントですね。まあ遊びやすいね、うん、いや、どんな名作っつったってさ、いや、スーパー 32X とか。いや、ちょっとそれはすいません、マニアックさん。スーパーファミコンとかね、まあ、ニンテンドー64とか言われてもさ、手出せないじゃないですか。まあ確かにレトロゲーになればなるほどね、そうだし、スーパー 32X みたいなトリッキーなカードもあったからね、ソニックって。それやってくださいとか言われてもさ、うん、いや、それ自己満でしょと。まあ確かに、うん。話なんで、まあ現行機で遊べますよっていうのがまず一つです。それはポイントでかいわ、確かに。うん、あとは、ゲームのシステム面なんですけど、うんうん、やっぱりソニックらしいんですよね、ソニックフォースが、うん、ソニックフォースはすごくソニックらしいゲームシステムだなとは思っていて、まあ、いわゆる最近のソニック、うんうん、モダンソニックって言われているソニックの中でも、うん、まあ、オーソドック
スなタイプかなとは思ってて、おお、ま、ソニックフォースの前作ソニックロストワールドっていうゲームがあったんですけど、うん、このロストワールドっていうのは結構新しい風を吹かせようとしたゲームで、そうなんだ、今までのソニックにはなかったアクションを取り入れた意欲作だったんですよ。うーん、でアクションゲームとしては正直面白かった、うん、評価できるんだけど、うん、ソニックとしてはどうっていうのはまあ疑問点なんだよね。ああ、そうなんだ、うん。実際そういう声は多く聞かれますね。うん、うん、そのロストワールドより前に続いていた、うん、まあワールドアドベンチャーですとか、うん、カラーズですとか、うん、ジェネレーションズ、うん、まあそういったゲームで培われてきたモダンなハイスピードアクションっていうのを、うん、まあ廃して、うん、まあちょっと新しいシステム作ったんですけど、うん、まあそれが不評だったということで、そのワールドアドベンチャーから続くハイスピードアクションに戻しているのがフォースなんですね。なるほどね、ロスワでチャレンジした結果を踏まえてまた原点に戻ってきたみたいな動きだったんだ、うん、フォースは。そうなんですよ、うんうん、なんで、まあ、ソニックフォース遊んでおけば、うん、まあ、最近のソニックゲームの雰囲気とか、うん、やっぱソニックのスピード感だとかっていうのはまずバッチリ分かりますよと。なるほどな、いうことなんで、うん、まあ、そこが一つのまず着眼点ですね。ほうほうほう、モダンなソニックの、まあ、オーソドックスな楽しみ方がしっかりと味わえると、うん、なるほどね。で続いては全体的な難易度が抑えめ。あーそうか、これってそうだよね、うん、評価評判の中でも言われてたけど、そうなんですよ、ちょっとライトすぎるからクロートには不評だったみたいなポイントもあって。そうなんですよね、逆に今回はライトユーザー向けだからすごくやりやすいことになってるのか。これは評価点として逆転してるんですよ。確かに初心者に目を向けると、うん、フォースの難易度はまあ遊びやすいっす。なるほど、うん、まあこれも前の動画で話したんだけど、うん、クリアまでにかかる時間がおよそ4時間程度、全体のボリュームでってことか。全体のボリュームで、確かにこれ短めっていう評価もあったけど、うん、ライトユーザーが初めてやるにしては結構ちょうどいい歯ごたえのボリュームなのかもしれないな、うん、まあ気構えすぎずできるというか、うん、まあ、自力で完走しやすいよね。確かに、うん、まあ、途中で投げ出しちゃったなみたいなマイナスイメージを持たせることなく、うん、あ、自力でクリアできたわソニックっていう成功体験は、うんうん、まあ、4時間ぐらいなら出しやすいんじゃないかなと。確かにちょうどいい、重すぎないところは確かにライトユーザーに嬉しいよな、うんうん、でまあ最近のアクションゲームでは主流になってきてるけど、あのストック性もないんですよ。あ、そうなんだ、うん、だからまあ何回ミスをしてもゲームオーバーにならないんで、でステージ全体も短くまとまっていて、うん、まあ、長すぎるステージっていうのはなくて、うん、まあ、大体 2,3 分程度でクリアできるステージがいくつかあるっていう感じなんで、まあ最終盤でミスってまたやり直しみたいなののストレスも、まあ、あんまりないかなという仕組みなんですよね。だからまあ全体通して、うん、簡単です。なるほどね、うん。うん。手軽で簡単にソニックをお試し遊べみたいなことができるということですね。うんうんうん、ああ、うん、まあ、言われてみるとそうか。ソニックフォースってその要素全部持ってんだな。そうなんですよ。はははで、まあ、シリーズで初めて難易度選択っていうものを設けていて。あ、そうなんだ。うん。はは、まあ、初めてっていうかね、大々的に出たのが初めてっていう感じかな。うん。まあ、一応、イージーとノーマルっていうのがあって、うん、ダメージを受けた時ってリングは何枚持っていようがゼロになっちゃうんですよ、うん、100枚だろうが、うん、10枚だろうが500枚だろうが、うん、ゼロになるんですけど、うん、イージーだと、まあ、一部残ると、ゼロにはならないです、ね、だから2回ダメージ受けていいみたいな。なるほどなるほど。感じなんで、まあ、連続でダメージ受けちゃっても大丈夫だよっていう措置がされている、ーイージーモードっていうのもあるので、うんうん、まあ、より遊びやすいというか。確かに、うん、まあ、ゲームシステムについてだけでもこれだけ初心者に押せる要素があったんですね。なるほどな、はい、ソニックフォースか、はい、そうなんだ、ライトユーザーに、確かにここまで聞くともうライトユーザーにぜひどうぞというパッケージにはなってるな、うん、そうですね。なるほどね。で、まあ、ソニックフォースならではの遊びやすい要素とかも もちろんたくさんあるし、うん、まあ、ゲームシステムの外に目を向けても、うん、ソニックのオールスター出演、まあ、キャラクターがたくさん出てくるんですね。ああ、そうか、そうだね、うんうん、結構喋ってくれたりするんで。そうか、うん、テイルスってこんなキャラなんだとか、はあはあ、エミーってこんなキャラなんだで、結構マイナーなね、準レギュラー級のキャラとかもみんな出てきてくれるんで、あ、なんとなく見たことあるキャラ、あ、こういう喋り方なのねとか、はあ、こういうキャラ関係性なのねみたいなのが割と一通り分かります。そっか、このゲームだけやれば4時間の中で、うん、なんとなくソニックファミリーたちのこうキャラとなりというか、うん、いろんなそのキャラクター性っていうのはある程度網羅できる。そうですね、確かにな。で、まあ、ストーリーも評価あんまり良くないっていう話はしてはいるんですけど、うんうん、まあ、全体的にこうシリアス調で、うん、まあ、よく言えばシンプルなヒーローもの、
あんまりこう伏線とか、うん、なんか昔のソニックシリーズにあった壮大さみたいなものはなくて、うん、ちょっとここが評価分かれるところなんだけど、うん、まあかっこいいソニックが見れますよと。そうか、うん、なんかそのギャグ調ではなくてちゃんとシリアスベースなんで、うん、あヒーローソニックが見れるなっていうところも、まあ、他のシリーズにまた入った時の違和感はないかなと。なるほどね、うん、かっこいいソニックのイメージを持てるかなとは思うんだよね、うん、そこでもやっぱ大事だよね、うん、ソニックかっこいいってちゃんとなれるから、うん、他のゲームでもやってみようかなってきっとなると思うし、うん、それはソニックフォースでも味わえると。そうね、昔のゲームだとやっぱりソニック喋らないですし、うんうん、あとはまあゲームによってはちょっとギャグっぽい要素があったりするので、うん、そこが初心者が初めて触れるソニックとしてはいかがなものかっていう、うん、まあ、思いからちょっと選定したんですけどね。なるほどね、うん、あとは BGM ですね。ああそうだ、ソニックといえば BGM ですけど、うん、ソニックフォースの BGM はもう最高評価ですから。 BGM むちゃくちゃいいって言ったもんね、それは評価でも。ボーカル曲もねふんだんに入ってますんで、うん、ボーカルサントラ出てますから。そうだわ、うん、もうそこの魅力でもうゲーム関係なくズキュンみたいな。確かに音楽でファンになるのはあるからね。ありますよ、うん、だから多角的に捉えてもソニックコースはねいろんな魅力を秘めてるゲームだなと。そうですね。なるほどな、どうすかこれ。いやまあ納得だね、やっぱりこうだってやっぱ全部やってきてるからさ、明智くんってさ。でソニックフォースって言われた時はそうかって、なんかこの前の評価評判は一体何だったんだってなっちゃったけど、まあそうね、これをライトユーザーっていうターゲットで見た時に全然変わってくるし、ソニックフォースまさに最適解なんじゃないかっていう提案ってことだよね。そうですね、まあ、でもソニックフォースが完璧なゲームだというつもりはないんで、うん、あえて、まあ、足りなかったところがここかなっていうのも指摘しておくと、うん、まあ、初心者向けにしてはチュートリアルねえなっていう。あ、そうなんだ、うん、割とスッと始まるんだよね。うん、うん、まあ最初のステージはそんなに難しいステージはないので、うんうん、まあ、それをチュートリアルと捉えてもいいんだけど、うん、がっつりその練習用ですみたいな、うん、チュートリアルはないね。そうか、うん、まあ、簡単だからいけるけど、あえてチュートリアルという段階を設けてはないっていうところが、うん、これあるとまたちょっと印象違ったんじゃないかなって個人的には思うんですけど、ね、すごい親切に見えるよねきっとね、うん、うん、確かに。あとは、まあ、初心者向けっていう話ではないんだけど、うん、まあ、高難度コンテンツがなかったなと、いうことですよね。それは評価でも言ってたね、うん、DLC とかでクロート向けにもなんか提供できたらよかったのにってことだな、うん、まあ、これに関してはね、その全体クリアまで4時間とかっていうのは、まあ、評価もできるんですよ、うん、短くクリアできていいよねっていう、うんうん、ただそのもっと突き詰めたい、うん、深掘りしたいっていう人に対して、まあ、用意されているコンテンツが少なかったなっていう。そうか、タイムアタック極めますとか言えば、うん、まあ、いいんだけど、うんうん、ちょっとそういう人ばっかりじゃないと思うし、うん、例えばカービィを例に出すと、うん、カービィって結構多くのゲームで、うん、表と裏っていう、要は通常クリアの後にエクストラモードみたいな、はいはいはい、裏カービィ始まるんですよ、うん、で裏カービィって明らかに上級者向けって分かるように作られているし、なるほど、表達成率 100%、うん、裏達成率 100% ちゃんと分かれてたりするんですね。はあ、なるほど。だからまあ人によっては表 100% でも満足してます、うんうん、みたいな人もいると思うから、すごくこれデザイン秀逸だなと思ってて。なんかそうか、表 100% だったらちょっとそこはそこで達成感あるし、うん、裏はまあまた今度でいいやというか、そうなんですよ、もっと難しい人がやるやつだっていうね、うん、だからまあ頑張れるそのマイルストーンみたいなのがあるんですよね。なるほどな、うん、まあ、そういうのがソニックフォースにもあると、まあ、上級者向けにもなるし、うん、初心者がこのゲームをもっと突き詰めたいって思った時の、まあ、受け皿もちゃんと用意されてたら、うん、まあ、一作でもう全部できますやんっていうことだよね。なるほどね、うんうんうん、まあ、そう、そこしっかり作られてれば、まあ、シナリオの出来とかいろいろ言われることありますけど、うん、まあ、初心者におすすめしやすい一本間違いないなと。なるほど、もう心から言えるゲームですね。そっか、プラスワンあるとしたらこの辺用意してもらえるとって感じだったんだ、うん、そうですね。なるほどね、うん、というわけで、えいや、まあ、今回、うん、ソニック初心者はまずこのゲームをやってほしいという考えまして、うん、明智の答えはソニックフォース、うん、出しましたよ。やりますっていう。なるほどね、はい、そっか、まあ、そこまで言われたら確かにソニック初心者がやる要素として揃いすぎてるし、うん、とにかく手軽だよね、短くて簡単って言われたら、う
うん、まあ、ちょっとやってみようかなっていう気にもなるわ。そうだね、うん、まあ、このソニックホースをやった上で、うん、ちょっとこれやっぱり合わないなとかっていう人ももちろんいると思うんだけど、うん、もうその時はもうしょうがないかなと、うん、逆にね、うんうん、あ、まあソニックのスピードって速いもんねってなると思うし、うん、なんか逆に中途半端なゲームで評価されたくはないので、うん、ソニックホースやってみて好きか、まあ、苦手かっていう話だと、まあ、納得感あるかなっていう気がしますよね。なるほどね、そっか、うん、その試金石にもちょうど使えるゲームなんちか、うん、ソニックのスピード感とかも味わえるから思うんですよね。なるほどね。で、まあそのソニックのプレイ感とか気に入ったらぜひ別のゲームに行ってほしいし、うん、まあ、そういう点ではまあソニックカラーズアルティメットとか、お、あとはまあクラシックソニックっていうその昔のソニックベースだけどソニックマニアとかね、うん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 、あの辺はまあストーリーとかあんまりないんですけど、うん、やっぱりまあ評価が高いアクションソニックなんで、うん、まあ、ぜひ次のゲームとしてやってほしいかなと思いますし、うん、キャラクターとか音楽が気に入ったなっていう方はチームソニックレーシングっていう、おー、レースゲームが、まあ、マリオカートのソニック版みたいなのがありますんで、うんうんうん、まあ、アクションゲーム苦手、あんまりゲームやらないっていう人も気軽にソニックの世界観とかキャラクターとかかっこいい音楽に触れられるので、うん、まあ、ぜひねチームソニックレーシングも候補に入れといてほしいなと思います。なるほどね。今挙げてくれた候補あたりもこの現段階でも手がつけやすいゲームになってるってことだよね。はい、なるほどな。そうですね、もう全部買ってもらってもいいんで、まあ、確かに一旦全部大人買いしてどれがいいかなってね遊んじゃってもいいんじゃない。はい、いう感じですかね。まあでも本当あのいじめられるかもしれないソニックホース、マジっすかみたいなマジですか、ソニックフォースでソニックやった気になってるんですかみたいなヒップホップ講座が出てきたら明智さんが言ってたんでって言ってもらえばいいですか。黙らす、鶴の一声、責任取りますよ。明智さんが言ってたんですごいな、あんま動画でそういうこと言わない方がいいよ責任なんか取れないんだから、刺されるそうだね。あ、いやでもそうか、うん、明智としてはもう自信のある一本、まあ、初心者にはこれおすすめだぞ、ね、ソニックフォースっていうことなんだ、うん、少なくとも現時点ではまあ最強かなと思ってますんで、ね、まあ、今後フロンティアなんていう対策も控えてるしさ、うんうん、まあ、今後も新作どんどん出てくと思うけど、またその時には評価が変わってるかもしれないっていう、そうだね、前提の上でソニックフロンティア最強期待したいからね、うんうん、そうね、2022年現時点では初心者ソニックフォースぜひお試しあれということでございますね。イエス、了解ですわ。じゃあ、まあ今回のこの動画はこんな感じでゆるっと終わらせてもらいます。はい、了解です。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。